日々健一郎は日本の実業家。現在はソニーブラジルの社長。ブラジル日本商工会議所電気電子部会会長。高崎経済大学経済学部卒業。大学時代から極真会の空手を続け、大学のクラブでは飽き足らずに街の道場嵐もしたというモッサ。2005年ソニー CIS 社長就任。モスクワは二度目の不妊。 2006年最初の不妊児には夢に終わった年間売上高1ビリオンドルを達成。ソニー株式会社に入社して23年になるが19年間を海外駐在。ソニーは本当に死んでしまったかと題するダイヤモンド社の記事の中でインドでのソニーの家電事業がことさら好調で注目されるのも日比社長の手腕によるところが大きい。 http://www.atr2japan.combratr-2japan ブラジル日本商工会議所ホーム組織部会電気電子部会 jp.camaradojapao.org br2019 年11月3日閲覧任務はブリックスを倍増宿敵 サムスンに挑む精鋭たち、ソニー日々健一郎41歳。プレジデントオンライン、2019年11月3日、閲覧。リスクを恐れず、新たなる道に挑む、4、プレジデント2008年12.295、ソニーは、本当に死んでしまったのか、宝部誠一の現代日本史刊第23回、2014年2月10日バイダイヤモンド社、ミスター。 ケンイチロウヒビアポインテッドアズマネージングディレクター、ソニーインディアハットジャーナル、ウォールストリート、ソニー、インド部門の新社長に、日ビケンイチロウ氏を指名 WSJ 日本版 -jp.wsj.com。jp.wsj.com。2020年2月23日閲覧。ブルームバーグ、RU、A ロボット。www. ブルームバーグ .com。 2020年2月23日閲覧。ありがとうございます。